三重県立明の高等学校は三重県伊勢市にある三重県立の専門高等学校である通称名高。1980年代の高校野球甲子園大会では、港南、東北、池田、松山省、天理、近代付などといった強豪校との対決で全国的に公式野球部が知られていた。明の高校の前身となる施設で、 明野原開拓の拠点として創設された。当初は、私族受産を目的としていたが、予定よりも応募が少なかったため、名称を明野の館農場に変更した上で県の模範農場として運営されることとなった。明野の館農場の主な業務は、三重県一園に養蚕と畜産を普及させることと、その技術の開発であった。養蚕では三頂二歩の敷地肉輪を植栽し、 その改良を進めた。畜産では1882年に岩手県から農場25頭を、さらに1893年には名古屋養牛者からブラウンスイス種の牛2頭を購入、同年農商務省からデボン種の牛1頭を借り受けたが、実際には稲部軍及び伊賀山田軍の農家に貸し出すことで完了を図った。この結果県内各地に近代畜産業が普及し、 官業試験場はその先駆けとなった。三重県立、田丸実業女学校は、三重県渡来郡、田丸町にあった女学校。1948年5月23日に、三重県立学校の統廃合により、明野高校に統合された。1920年4月10日に、渡来郡立農林学校として、創立、1922年4月10日に、三重県に移管され、 三重県立渡来農学校に改称、1929年4月に三重県立田丸実業女学校に改称、翌1930年3月31日に男子部を廃止して2年生の女子教育を行う学校となった。学校の跡地は、1948年6月1日に田丸町外二華村学校組合立上等中学校となった後、 上等中が廃校し、1977年に玉城町営住宅上等団地となった。本校では次の教育組織がある。2019年に生産科学科の生徒がしないのは、菓子店、富士屋総月堂、変馬屋、商店と共同で結びの神と紅春花を使った焼き芋大福を開発した。演劇部、合唱部、ブラスバンド部、稼道部、美術部、 作動部、料理部、放送部など野球部、ボクシング部、相撲部、バレーボール部、バドミントン部、卓球部、剣道部、ソフトテニス部、ソフトボール部、陸上部など野球部の成績1978年に就任した藤井金雪監督の時代に黄金期を築き、春3回、夏5回の甲子園出場を果たした。近隣には陸上自衛隊航空学校がある。 例年、地元の伊勢市立小畑中学校からの進学者が、最も多い。伊勢市立小畑中学校、59名、名和町立名和中学校、54名戸ば市立、戸ば東中学校、38名伊勢市立高、中学校、32名伊勢市立高生中学校、31名、ABC 金子、243ページ、足立雄二に明野の高参考でありわがし、 焼き芋大福1日発売中日新聞2019年10月29日付長官伊勢島版14ページ平成27年度出身中学校別生徒数三重県立明の高等学校2016年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年2月19日閲覧ありがとうございます